こんにちは、せいひろです。本日も動画をご覧いただきありがとうございます。本日の動画は YouTube の動画を簡単に保存できるフリーメイクビデオダウンローダーのインストール方法と使い方について説明していきたいと思います。どうぞよろしくお願いします。早速ですが、こちらがね、フリーメイクビデオダウンローダーのサイトの画面ですね。こちらのサイトはですね、ブログの方に貼っておきますので、 URL はそちらからジャンプしてきてくださいね。単純に YouTube の動画をですね、保存できるということですね。YouTube の動画を保存することによってですね、例えばネット環境がつながってない場所でもね、簡単に持ち運んで見れる。もしくはドロップボックスとかにね、クラウド保存しておいて、移動中とかにね、見たり、そういうことですね。なので、とても便利なツールなので、しかも無料ですからね、ぜひ使ってください。では早速ですね、こちらからですね、ダウンロードですね、こちらをクリックですね。そうしますとこうなりますね。で実行ですね。はい、そうしますと、日本語で OK ですね。そうしますとこの画面が出てきますので、このまま次へクリックですね。でこちらですけど、カスタムインストール、それでデスクトップアイコンを作成するかしないかですね。こちらはもうお任せですね。どちらでもいいですけど、とりあえずこれで次へですね。で、フォルダをしてですね、これもそのまま次へクリックで、でこちらですね。こちらはここにチェックしてもらってですね、このバイドゥのページを外すってことですね。チェック外す、これでいいですね。そうしますとセットアップしますのでね、はい、もうすぐ完成ですね。はい、そうしますとですね、セットアップは完了してですね、起動しますとこの画面が出てきますので、これがフリーメイクビデオダウンローダーの画面ですね、起動画面ですね。で こちらですね、 URL を貼り付けるってことなんですけど、はい、こちらがですね、 YouTube のあなたがねダウンロードしたい動画の URL を貼り付けますね。こちらですね、この動画の URL はこちらですよね。これをコピーですね。でコピーしてこちらにですね、先ほどのコピーしたの URL を貼り付けるですね、クリックですね。そうしますとタイトル出てきましたね。はい、タイトルが出てきますので、こちらですね、後ろの拡張子を選ぶということですね。Mac の場合でしたらね、こちらですね、チェックボックスは。Windows の場合でしたら、こちらって感じですね。軽いものが一番いいですね。それでダウンロード開始ですね。以上でダウンロードは完了ですね。
短い動画でしたので、もうすぐでしたね。で、フォルダ内を表示。はい、そうしますと今ダウンロードしたものがこちらですね。こういうふうにあなたのフォルダの中に入ってますので、これでダウンロードは完了ということですね。はい、以上がですね、フリーメイクビデオダウンローダーのインストール方法と使い方についての説明でした。無料でとても使いやすいソフトですのでね、ぜひあなたも使ってみてください。はい、本日の動画は以上です。どうもありがとうございました。